7月31日ドラフトで一度指名されたことがある選手はここまでに NPB12 球団への移籍が可能とされている。復活をかける元プロ野球選手たち。この日の対戦相手はジャイアンツ。果たしてアピールすることはできたのか。また聞こえてますよ、ちゃんと。陽大家さん、おはようございます。また来ました。日々大活躍です。というわけで再びオイシックスアルビレックスベースボールクラブにお邪魔しております。ジャイアンツとも試合があるということで、はい、いても立ってもいられず東京から2時間飛んできました。今季オイシックスに在籍する元 NPB 選手たち12球団復帰への心境、最後のパフォーマンスを追いました。まずは2019年中日時代には開幕投手も務め、今季途中まで台湾でもプレーしていた笠原投手。いざどうですか、新潟こうイースタンのチームとしての新潟っていうのは、はい、去年は1年間 DeNA で僕やって、イースタンでやりましたけど、はい、なんかまた、戻ってきた感はまだ強いですね。まあ対戦相手もそうですね、変わんないんで NPB だと、はい、一旦今の現状の近い目標、はい、目的っていうのはどういったところになりますか。一番は、NPB 戻ることですね。期限もあるんですけど、オフだったりとか、はい、そこで戻れるのが一番ですけど、僕自身、地元で戻ってこれたっていうのがあって、やっぱり新潟の野球をまた活性化させるっていうのは僕の中で一個目標ではあるんだろうと。復帰後は苦戦が続くものの、台湾での経験も生かし12球団復帰を目指しています。続いて先日台湾プロ野球チームとの契約が発表された吉田投手。不安の方が大きいですか、楽しみですか。あ、でも楽しみですね。正直野球人生のこう集大成を、この年でまさかいけるなんて思ってなかったので、オファー来ると思って一番のこのモチベーションというか、そこは何がなるんですか。何なんですかね。独立 BC でやってた年間で、なんかまだなんかできそうだなっていう、なんかちょっと自分の中であったんで、まだ燃え尽きてないというか、上手くなりたいとか良くなりたいっていうのがもうね、なくなったらもうやめた方がいいと思うんですけど、それがまだやっぱあるんで、やっててよかったなって。そしてコーチのあの人を直撃。元ジャイアンツ野間口さん、スカウトを務めた後新潟でコーチをされていました。とりあえずピッチャーに関してはファーストストライクは必ず取れっていう、はい、そうしたら自分のピッチングのやりたいピッチングがほぼほぼできるようになるから、これがワンボールナッシング、ツーボールナッシングになってくると、もう自分本位のピッチングができる、で自分本位のピッチングができる能力があればいいけど、まだそこまで達しないから、ファーストストライクは必ず取りなさいよっていうのはもう絶対条件になる。先発に関してはもうファーストストライクを取っていろんなボールを投げてピッチングするしか方法はないのかなって。そうしないとやっぱ自分のピッチングが確立されないんで、バッター主体のプレーになっちゃいますね。そうそう、自分をよく見せるんであればやっぱり自分のピッチングをすること、はい、って考えたら自分優位に打者との対戦を進めていかないといけないんで、そこででも多分取りに行ったところでカスンと強く振られたりするとまたちょっとおってなったりするというのもあるかもしれない。いろんなことが働くんでしょうけど、でも結局7回失敗するからっていう、あそっちのメンタル、そこにかけろよ。確かに3回じゃなく、はい、3回の成功じゃなく、そうノーアウトランナーなしでなんでそんなにピンキに背負ったようなピッチングするのっていう、ランナー出してから考えればいいんじゃないのって、なんでこれ現役の時に思わんかったんかなっていうぐらい。そうですか。指導者になってからすごい思うんですけど、楽しろとは言わないですけど難しくしすぎない。そうなんですよ、そうなんですよ。だから結局一軍で勝てるピッチャーって、はい、何かしらやっぱ追い込み方をたくさん持ってるんですよ、ストライクに。ほうほう、バッターの追い込み、バッターをすぐに追い込める方法をパターンがいっぱいある、はい、だから菅野にしてもまっすぐで変化球でも、ね、振らそうと思ったら振らってくれるやろうし、見逃そうと思ったらそこに投げれるし、これはもう彼の技術なんでしょうけど、はい、
やっぱそういうストライクの取り方の引き出しが多いんですよ、プロ野球選手って。なるほど、それが確かにもうアマチュアしかり これしかないというか、 それすら難しいというレベルかもしれない。スカウトしてる時もいくらやっぱまっすぐが速いって言われてもそれはそれで魅力なんですけど、変化球が入らなかったら多分プロでは無理なんで、まずは1個でいいんですか、変化球は。ストライク取れる変化球は絶対必須です。それが2個3個あればまあベストだ。2個3個あれば多分1軍でやっぱタイトルとか取れるピッチャーになれるんじゃないですか。スカウト目線でいうとあんまり球速はもう当たり前になってきますからね、それは基準として。もう今高校生でも160キロぐらい投げるやつが、ね、普通になってきてるんで、もうアベレージは上がってます。だからもう今右ピッチャーの140キロ前半とか見ると遅って感じちゃうんですよね、 なぜか昔なら早いのに。いや、そうですよね。今も150投げるピッチャーがもう数多くいるから球速だけでいいのっていうところは正直あるし、それだけじゃ結局、まあ、当たっちゃいますもんね、バットでね。で空振り取れるまっすぐなのか。そんなお話を聞いた上でマックス151キロのストレートを投げつつ変化球の質を改善させるべく投げ込む男が、そこに近寄る野間口コーチ。ダラーンと行ってしまっている感じがする。ちょっとあのバンと音がするから、もう少しちょっと力強く、確かに体重移動がちょっとぬるい。そう今の小林投手、体重移動を意識して踏み込みを強めた結果、あばら、肋骨あたりの動きがダイナミックになり、リリース角度も上がっていました。いいね。合わしてるな。コントロールピッチャーな、取れない。全然違うな、まっすぐの威力が。変化球もそれぐらい投げてほしいな。変化球の時はぬるくなってしまう。つら。曲がらんじゃん。いい時のスライダーに戻った。オーケー。上手くってくれるよ。軌道が好みじゃない。お前の好みは聞いてない。いいんじゃない。今日一。ここからは野手の試合前バッティング、どうぞ。そして正念場を迎えているこの男も、ジャイアンツ相手ですけど、なんか気入ります。いや、いつも通りですよ。変わらず淡々とやれることをやる。、はい、一軍の選手も多いですよ。一軍ファン誰がいるかわからないですけど、ゲームでのちょっと久々に高山さん楽しみにしてます。頑張ります。地元の子供たちご招待。これがプロ野球選手だぞ。綺麗な打球だ。ジャイアンツ戦ですね。ここに来るものありますか。ジャイアンツ戦ね、実はあんまないんだよね。あ、そうなんですか。楽天と日ハムとヤクルト、巨人、西武、5つフェースなんで。なるほど。じゃあ特別はジャイアンツだからとか。ない。今日先発は薮田投手。はい、
そうですね、薮野投手です、まあ、NPB 時代も何度も戦ったジャイアンツでしょうけども、そうですね、うん、元広島東洋カープ、2017年には15勝を挙げ最高勝率のタイトルを獲得、ここ新潟で復帰を目指していました。彼のピッチング、本来のピッチングすればそこそこゲームを作ってくれると思うんですよ。特別なんだろうな、ジャイアンツ打線だから厳しいっていう感じではなくて、はい、十分に彼のピッチングさえすればイーサーのどのチームでもある程度ゲームは作れるはずなんで、うん、まあ、あと本人のコンディションも含めた調子でしょうね、相手どこよりもまずは自分だ。そうそう、彼の方がジャイアンツの意味を見たらちょっと燃えるもんがあるんですよ。そうですね、アピールするにはもってこいのこうタイミングかもしれないですね。そうですね、もう今月もね、もう終わりなんで、そうですね、NPB の復帰も今月が一応リミットなんでね、はい、もう一度踏ん張りしてね、頑張って最後になんか、ね、考えてもらいたいですね。まもなくプレイボール、その前に、これ何のブースですか。保険の大切さを伝える会社さん、ちょっとよくわかんないです。いやいや、まあ、今回この会社さんが、はい、まあ、スポンサーさんとして選手たちをサポートしていく、はあ、ぜひその活動を伝えてほしいということで、特産 TV に連絡をいただき、はい、今回おいしくする取材と、はい、なってるわけですね。そういうことだったんです。やっぱり特産 TV としても呼吸を大切にしていきたい、はい、タバコ、カフェインとかギャバとかが配合されて、まあ、4種類ぐらい味があるんだけど、はい、まあ、こうやって呼吸をすることによって、まあ、リラックスだったりとか、はいはい、まあ、気持ちよくなっていこうよっていう、やっぱりこう緊張したりするとさ、呼吸がこうてか浅くなったりしてちょっと苦しい状態なんで、それを深呼吸してリラックスして人生を楽しくしていこうよと。オシックスも今年挑戦の年、うん、まあ、イースタン入って頑張ろうっていうところで、この会社さんも、まあ、呼吸の大切さを伝えたりとかっていう挑戦をしていくという、はい、まあ、その思いが合致したから、まあ、スポンサーとして応援していきましょうよと、はい、うん、カロリー糖質ゼロ、そう、あ、これあのエナジードリンク、そうそう、エナジードリンクだとカロリー取りすぎちゃって、はい、気になる方はこれ1本でいい。一息つきたい野球人、おすすめです。深い呼吸を習慣化させます。詳細は概要欄をチェック。先発ピッチャー薮田和太、この日のジャイアンツの2軍のスタメンがこちらです。なかなかの顔ぶれですね。先頭重信選手に対し、ショート高選手が好フィールディング。2番中山選手フォアボールで、3番秋広選手、38、まっすぐでも今日47とか出てるから早いですね。選手6月のファーム月間 MVP も獲得し、この日ジャイアンツ相手にどんな活躍を見せるのかも注目です。 DH 萩尾雅也、風に流れてる、まあ、いいです。ファーボールとゴールドゲームが15チーム、オイシックスのスタメンはこちら、元 NPB 組を中心に構成、最後のアピールに挑みます。ツーアウトから打席には小池選手、元 NPB 選手が多くいる中で3番で出場、今年フレッシュオールスターにも選出。おー、ナイスで、うわー、小池選手、もう一回行って行って、グッドラン、
先制のチャンスに打席には4番 DH 楊大寛選手です。4球まっすぐ、これはすごい、さすがです。2回の薮田投手のピッチング、風がある、風がある、あー、ナイスです。淡々と投げ込み、この回も無失点。さあ、高山選手が打席へ向かいます。スリーボールワンストライクから見るできず、そんな試合が動いたのは3回表でした。1番増田陸選手、ワンアウトを挟み、したエンドラン、ランナーは3塁へ、1、3塁のピンチを招いてしまう。早いね。2番中山選手フォアボール、満塁で3番の秋広選手、うお、いや、そこには先制したのはジャイアンツ。続く4番萩尾選手もこのイニングで3失点。3回裏、オシックス、ツーアウト2塁のチャンスで知念選手が打席へ。技ありの外野前への落とし、1点を返します。その後の薮田投手、6回4失点、丁寧さと要所での球の強さは非常に印象的でした。そんな3点を6回裏、2番知念選手、すごい構え、おいおい、アプローチの種類がなんかいろんな種類ある、あ、遅いボール、速いボールに対しての引き出しが多いよね。確かに、おお、それかと、おお、あ、取ったか、取ったか、
して7回裏です。中山選手が意地を見せます。このチャンスに1打席目三振を喫している7番園部選手。これで2点差。試合終盤、分からない展開に。が、8回表。萩尾選手のタイムリーで再び3点差に。追いつきたいオイシックス、8回裏、先頭代打に藤原選手。その後ツーアウトとなるも、打席には3番小池選手。小池さんお願いします。勝負強さを見せ、再び2点差。打席には4番、陽大寛選手。この日一番の盛り上がりを見せる中、打席には代打比嘉選手。チームトップクラスの飛ばす力を持っています。ホームランで逆転。打ちたいバッター相手にバッテリー冷静です。初球外からのスライダー、そして高めのまっすぐ振らせる。ならず。さあしかしまだ分かりません。9回のマウンドに上がるのは能登周斗投手。高校時代甲子園で奥川投手と投げ合い、桐蔭横浜大を経てオイシックスへ入団。マックス147キロ右腕、力のあるボールを投げます。点を追って最後の攻撃へ。がしかし
ユニフォームですね。こちらが124枚です。なんか起きるからファールも、ね、ランファールも、やっぱ強いですね、球も。はい、チェスポイント120番。惜しかったですけどね、ガーッと振ったやつも、振ったやつはそうですね、強いの狙って真っ直ぐ張って、さあ、ここで100番当たりです。またよろしくお願いします。4月の31水曜日でございます。夢を掴んでほしい。最後に球場飯のコーナー。新潟でもすげえ香りがいいんだよね。見せてください。新潟県産牛たっぷりの燻製カレーに真鯛の冷やし茶漬けが新商品とのことでした。新潟に行った際はぜひ野球観戦しながら食べてみてください。焼肉ぐらいうまいよ。